自信を持って公明党が推薦もいたしました松田博也でございます。皆さん、新宿東口にお集まりの皆さん、都知事候補松田博也最後の演説になります。よろしくお願いします。今都政に必要なこと、私は安定だと思います。皆さんそう思いませんか？いたずらに都政を混乱して、そして子育てや介護の問題を先送りにする、こういうことはやめましょうよ。今直ちに待機児童解消のプログラムを作って、そして現場で苦労している区長さん方のその後押しをすることが今都政には必要なんです。保育所は区の仕事、そして介護も区の仕事、それを都が予算でしっかりと後押しをする、そういうことが必要なんじゃないでしょうか。今吉住区長さんがおっしゃった、今行政というのは関係者が連携をして、そして前に前に進めていくこと、都議会をいきなり冒頭解散したら必要な都の予算、子育てや介護に回す予算が吹き飛んでしまいますよ。そんなことでいいんでしょうか。知事に必要なこと、2代の知事が政治と金で失脚をしました。清廉潔白、そしてクリーンな知事が求められているんです。私はもう政治資金も何もそういうもので一切持ってない、クリーンです。そしてもう一つ申し上げたいのは、都知事は皆さん方の命を守る、そういう大事な役目があるんです。防災、減災、そしてテロ、首都直下地震、本当は来てほしくないんですが、もう来ることは避けられない。被害を最小限にする、そういうことが必要です。しかしこのためにも官邸としっかりと連携をする、そして区の避難計画、その足らざるところをしっかりと後押しをする。新宿の避難計画は大変よくできている。しかしそれをさらにさらに都の予算で後押しをすれば、皆さん方の命、暮らし、そして財産、それが守れるんです。冒頭で解散などをしているうちに全部時間が経ってしまう。私が今一番やりたいこと、皆さん方の不安の解消、子育て、そして高齢化、さらには防災減災、テロ、こうしたものの不安の解消をまず行って、その上にこの新宿、国際都市、この新宿を東京のモデルにして、さらにさらに東京を住みやすい、そういう地域にしていくんです。どうでしょうか。世田谷生まれ世田谷育ち、私はずっと東京で暮らしてきました。そして高校はこの新宿にある都立富山高校に通いました。昔からずっとこの新宿の発展の姿を見てきております。地域にはいろんな盆踊りがあり、そしてお祭りがあり、義理と人情にあふれた、そういう新宿です。しかし今一方で時々ギスギスとした、そういう事件社会になっています。コンビニで何かトラブルがある、責任者出せ、そして引っ張り出して土下座をさせたり、謝罪の何か写真をそれを投稿したりする、そんなことは昔はなかったんですよ。東京っていうのはこの鉢巻きのように温かい、そして人情にあふれる、さらには情熱にあふれる、そのような素晴らしい東京だったんです。皆さん方にぜひお訴えをしたい。これからさまざまな課題を都政で必ず解決をします。都政の成果を皆さん方に必ずお返しをします。しかし皆さん方もぜひ社会の隅々で病で苦しんでいる方、格差で苦しんでいらっしゃる方、そういう方が身の回りにいらっしゃったら、ぜひサポート、手を差し伸べる、そしてみんなでこの鉢巻きに託されたような温かい、そして夢あふれる東京を作っていきましょう。どうでしょうか。私が実現をしたい増田都政、ぜひ皆さん方の手で私を知事に押し上げていただきたい。あともう本当に数分になりました。
17日間の選挙はあと数分で終わりです。最後の訴え、この新宿の東口、私の青春を過ごしたこの町、新宿の東口でございます。しかし明日まだ投票箱が閉まるまで、私は皆さん方に心に訴えていきたい。東京を皆さん方と共にしっかりと良くしていく、その最先頭に立って全身全霊身を粉にして必ず働き続けます。皆さん方の手で必ず私を知事に押し上げていただきたい、お願いいたします。そして皆さん方と共に4年間しっかりと都政を担わせてください。知事に押し上げてください。新宿を良くしましょう。そして東京を良くしましょう。どうぞ心からの最後のお願いです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。増田博也、最終最後のお訴えを、ここ新宿駅東口で大勢の皆様方に囲まれながら、丸川珠代大臣、そして吉住健一新宿区長とさせていただきました。それでは最後の最後の活動コールを小松大輔青年部長よりさせていただきます。皆さんいかがでしたでしょうか。増田都政への期待、増田都政に期待しようと思った方、大きな拍手をお願いします。私は増田候補と一緒、世田谷生まれ世田谷育ちでございます。絶対に増田都政を信じて、これから一緒に前へ前へと進めたい、その思いで一緒に17日間戦ってまいりました。残すところはあと3分しかないんです。皆様と一緒に明日の投票で、明日の夜歓喜で、皆さんと新しい東京都に期待をしたい、そんな思いで今マイクを握らせていただいています。ありがとうございます。今東京都は大きな課題を5つも抱えています。増田都政じゃなければ、明日首都直下地震が起こったとき、我々東京都民の安心安全はどうなるんでしょうか。議会とか対決をして、議会から新たな予算をつけることなんかできないんです。私たちが生活に困って、早く道路直してほしい、避難所を解決してほしい、そんなことができないんです。ただこの私の右にいる増田博也候補だけは、これまでの3期12年にわたる岩手知事としての経験、実績、そして安倍政権下でもこの首都防災においてしっかりとリーダーシップを発揮していただいた即戦力、増田博也にどうか皆さんにご期待をお寄せいただいて、明日の大勝利に向けて皆様と活動コールをさせていただきたいと思います。どうか増田博也に大きな大きな東京の未来へ期待をお寄せいただく方は、私と一緒に3つの活動のコールをお願いを申し上げます。東京の未来に、そして日本の未来に、増田博也都政を作るため必ず活動。ありがとうございました。ありがとうございました。増田、本当に連日連夜ありがとうございました。これより増田候補、降りて皆様方に最後の握手をさせていただきます。どうかお一人でも多くの皆様方に増田候補と握手をしていただいて、写真を撮っていただいて、増田博也の熱い思いを、熱い情熱を、ほとばしる思いをどうか感じていただきたい。本当にありがとうございました。増田博也と最終最後までよろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。皆様長時間にわたりましてありがとうございました。司会を務めいただきました
秋田一郎都議会議員、お地元新宿選出の秋田一郎都議会議員、そして新宿の区長でございます吉住元吉区長にも応援をいただきました。長時間にわたりましてありがとうございました。3、2、1。